はい、今回の雑学はこちら。はい、コーヒーを美味しく入れる方法ということですね。はい、家庭で美味しいコーヒーを入れるにはまず最初にいい豆を選ぶのが大事ということですね。コーヒーの豆は煎りたてが美味しい。その見分け方ですが、豆を一つかみ握って落とし、パラパラと軽い音がするもの。他にはですね、指でつまんだ時にパチッと潰れる豆を選ぶことが大事ということですね。はい、最も一般的と思われるペーパーフィルターを使ったドリップ式コーヒーの入れ方ですか。はい、お湯は沸騰してすぐではなく、沸騰したお湯を一旦冷まして85度から95度くらいになったのがちょうどいいということです。まず少量の豆を蒸し、中心から外に向かって円を描くように注いでいく。そして粉を膨張させ、味と香りを引き出すようにするということです。再びお湯を注ぐときは泡が消える直前に入れるということですね。あとカップは温めておくと美味しいコーヒーが入れられると、はい、いうことです。